はい、こんにちは。酒とロックとうんちが大好きなスピリチュアルおじさんのライドと申します。よろしくお願いします。最近ね、なんか右肩上がりで視聴率が上がって、もうすぐ最終回ですよね。恋は続くよ、どこまでもって。すごい少女漫画の原作なんですかね。本当にこう、なんつうか、定番中の定番的な、あの憧れの、僕からすると、僕の世代からするとね、昔あったいたずらなキスっていうのがあるんですけど、あの、多田薫先生の、もう亡くなっちゃった方ですけどね、あれを彷彿させるような、もう伝統の話ですよね。女の子がキュンキュンする。そういうドラマなんですけど、主役の上白石萌音さんと佐藤健くん。で、だからそれで注目されるじゃないですか。あの二人ってお似合いなのかなとか、どうなのっていう、実際には付き合ったりもすんのかななんていうところを、おせっかいながらね、おせっかいながら、またいつもの勝手にね、もう本当に僕の本当の勝手なんですけど、どうしようもない男なんです。すいません。なんで、占っちゃったんですよ、また。その二人の相性どうなのかなって。もう下世話で本当申し訳ないんですけど。ミーハーでミーハーでも。二人の相性を見る前に、一人一人の持ってるものとかを紐解いていきたいんですけど、まず佐藤健くんからなんですけど、佐藤健くんは1989年3月21日生まれ。だから、そうなんですね。早いもので、もう、この方はもう、今31歳なんですね。高校2年生の時に原宿でスカウトされて、アミューズに所属。アミューズはね、大手ですよね。あの、福山雅治さんとかいる。あの、あと、パフュームとかもいるのかな？サザンとか。まあまあ、でっかい会社ですよ。で、そこで、原宿に、この人埼玉県の人らしくて、原宿に初めて遊びに行った時にもスカウトされたんですって。だから、よっぽどイケメンだったんでしょうね。で、2006年に俳優でデビューと。2007年に仮面ライダー電王で主役をして、そこからブレイクですよね。で、その後数多くのドラマや映画で主演して、現在に至っておりますと。で、まあそういう佐藤健くんの特性なんですけど、持ってる生まれたもんなんですけど、まず真面目ですよ。で、仕事人間です。だから仕事を集中するし、仕事になるともう脇目が振らず、それにもうこうなっちゃう感じの人ですね。あと見た目かっこいいじゃないですか。ものすごくかっこいいんだけど、だから派手に見えちゃう感じがあるんだけど、本当は地味ですね。本当は、こいつはあれです。一途だと思いますよ。あの、遊び人のイメージが強いと思うんですけど、なんかね、ネット見るとものすごい性格悪いとか、女ったらしだってなってるけど、本人は多分ピュアな人だと思います。あと結婚願望が強いと思いますね、この人は。なんかどうも30歳までに結婚したって言ってたっぽいですね。あの結婚願望は強いし、この家庭にこだわり持ってる人だと思いますね。こういう家庭がいいみたいな、本人の中の理想の家庭像があるはずです。上白石萌音さんか、の方を見ていきたいんですけど、この人は1998年の1月27日生まれですね。今22かな。で、2011年の第7回東宝シンデレラオーディションっていうので、審査員特別賞を受賞したんですね。それでデビューですって。で、ちなみにその時にグランプリになったのは妹の上白石萌音さんですって。もうこの人もすごいいっぱい出てますよね、テレビ。まあ上白石萌音さんがブレイクしたのはやっぱりなんだかんだ言って、君の名はじゃないですか。あの2016年公開の劇場に大ヒットした君の名はで、ヒロインのあの三沢ちゃんの声を演じて、まああれが合ってましたもんね、あの声は。それで、その時に主題歌のなんでもないやってね、実際にはあのなんだろう、あの、ラドウィンプスが歌ってんでしょうけど、それを上白石萌音さんに、あの、なんかアコギで歌わしたらそれが大好評で、そっからカバーアルバムを出したと。で、歌手デビューも果たして、歌手としても活動してるっぽいですね。で、この上白石萌音さんの特性なんですけど、ただ若いうちに成功する人で、もうすでにね、その、君の名はで成功したんで順調だと思う。だから、この成功のまま、ある程度まで行ってまで行くんで、年を取ったらそれが落ち着いてくる感じですね。で、あと、父親とかにこだわりがあるというか、まあ、要するにファザコンですね。ファザコンなんで、年上が好きだと思います。でね、あとね、行動的ですね。割とこう、思ったら動くみたいな。もうやりたいことがあったらもう、躊躇しない、考えずにもうやっちゃうみたいな感じの方だと思います。あとね、今年来のあまり運気はね、ちょっと良くないですね。あまり、こう、新しいことにチャレンジするような年ではないと思います。で、結局その二人の相性ですよ。上白石萌音さんと佐藤健くんは、果たしてリアルでも、なんかそういう恋人関係になれるのかってなった時を見たんですけど、まず、相性悪いですね。あんまり良くないですね。で、まあ、あるとしたら、上白石萌音さんが年上好きだから、
積極的にアタックするかね。そういう可能性もある。で、あと佐藤健くんはモテ男なんで、結構モテる。で、共演中キラーなんていう噂もあるけど、まあ、バーっと見たんですよ。今まで噂のあった女の人と、モネさんは、やっぱタイプ違うんですよね。タケルくんのタイプって、なんかちょっと共通してる感じがあって、あともうスタイルいいですよね。スタイル、ちょっとモデル風の人たちばっかなんで、髪散らしたモネさんってなんかちょっと、なんだろう、ちょっと、可愛いけど、田舎の可愛いお姉ちゃんみたいな感じじゃないですか。芋っぽいっていうか。だから、タケルくんの好みじゃないのかなと思ったりしてたり。で、あと、30歳までに結婚したいってね、言ってた、さっき言ったんですけど、それを言ってんのかというと、もう結婚視野に入れてる年なんだと思うんですよ。で、今31歳だから、次付き合うっていう人は、ある程度も結婚を前提とした人なんだと思います。そうなった時に、モネさんと相性が悪いので、多分結婚を視野に入れるようなタイプではないって感じてる気がしますね。だから、まあこの二人はまあドラマ上ではものすごいいいんですけど、実際にはリアルにはないんじゃないかなってちょっと僕は予測してます。ということでした。ということで、また、まあ、勝手に占うのもやりますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。